ああ、じゃあやっぱちょっとだけ下がった。微妙だな。そこまでなんか、あーって感じがしない。いや、っていうかそんなことよりもソウル取り返さないと俺。よし、取り返した。お？なんか早速手に入れたぞ。装備っぽいやつを。聖鈴ってあれじゃない？昔で言うところの、なんか闇術使うやつじゃない？おー。神の奇跡をなす聖鈴。人々は聖職者に与えられるもの。ただまあ、どのみち。ほうほう。これ何？普通に。あ、でも能力値が足りないから意味ないのかな。戦技使えないのかな。左手でもなんかできるやつじゃないのか。ん？どれどれ？あ、ダメ臭いですね。ただシャリンってやった人になっちゃったね。なんとかこの全裸を殺してやりたいんだけどな。ちょっとこっちにおびき寄せよう。あ、ここになんかアイテムありやんけ。気づいてなかった。さあ来い、この変態。この戦いやすいフィールドでお前をぶった切ってやるぜ。あ、ぶった切ってかぶん殴ってやるぜ。あ、そう、行かないで、そっち行かないで。こっち、これは強い原住民ですね。でも刀持ってるからもしかして森の俺か。ういうい。あ、すげえ、バックステップ、すげえなこいつ。よし。おおおい、ボスより強い。もうマジ無理。このアイテムは、あ、盾だ。おお、これちょっと便利かもしかして。でも最初の頃は100%カットじゃないんだろうな。ダクソ2的な気持ちで言ったら、そしてまだ操作にはなれない。どれどれ。あ、55%か。まあ、ないよりはマシだけど、しかもシールドバッシュついてない。あ、パリーなんだ。あ、パリーだったら、あれやね、別に、まあ、パリーも FP 消費あったらちょっと嫌だな。これであいつのパリーを狙ってって、どんどんやってしまえば、ユーウィンなんじゃねえのか。よしよしよし、あの変態め。次は殺してやる。うい。あ、もうくらい。もうくらーい。もうくらい。しかもなんか死体のままブラッドロスされた。つらい。うわ、追尾すごい。さすがにちょっとつらいんでね、この中に入ってみようと私は思ったんですよ。さっきからここ気になってたしね。これか、棺の。ここってさ、なんだっけ？なんか知ってる気がするのは私だけ？これマジでワンのとこじゃない？こんなとこだったっけって感じだけど。お、なんだこれ。今回の青兄とか？ そうっぽい。今回の心折れてる系の人だわ。火のない灰。装備お料理強そうっすよ。まあ、俺ほとんど装備しないけどな。カビタ玉座に連れ戻せ。そういう話なの？まあ、死んでも蘇るんだし、頑張ったらワンチャンあるやろ。へたり込み。そう思うだろう？今回の青ニート。青ニートは全シリーズにいるな。What a sick joke. はい。Asking us to seek them. まあこれで終わりかな。とりあえずへたり込みをくれる人。あ、これが今作のカーボタン。どうもどうも。やっぱり目がないね。目がないというか、目くろうとしてて。あ、やっぱりカーボタンだ。ファイヤーキーパー。I tend to the flame and tend to thee. The lords have left their thrones ほう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 。and must be delivered to them. あ、向こうにアンドレみたいなのにいる。あ、ごめん、話してる途中に。To descend, I am at thy side. はいはい。あ、やった。カボタン久しぶり。そんな久しぶりではないでも、このいうタイプのカボタンは久しぶりか。やっぱりデモンズカボタンが一番かよかったな。
灰の方、今回は灰の方なんだね。よし、じゃあ早速レベルアップだ。タッチザダークネス。はい、というわけでレベルアップタイムが始まるんだけど、ソウル量結構あるからな、どうしようかなってところだけど、ステータスがとりあえずこれだと、HP が増えて FP、 あ、集中力 FP と記憶スロット、持久力、記憶力とかがなかったんだな、集中力になったな。でスタミナが持久力で、相変わらず装備重量が体力ので、筋力技量もいつも通りやん、技力も、運か、運って前もあったっけ、運はなんかデモンズとかのイメージがあるけどな。しかしまあそうだな、何あげりゃいいんだろう今回。でも絶対筋力は必要になってくるだろうからな、筋力は絶対あげとこう。ごめんけど今回も脳筋プレイで行かせてもらうよ。俺は近接武器使えなかったら死んじゃうからね。まあとりあえずそうだな、16にして、よしこれで行こう。はい、ビヨン。でもちょっと使いすぎたかな、強化用とかに残しやがった。じゃあね、よーし、おっ、どうも、灰の方ですよ。バーメン、ババー、おお、次女さんですか。武器や防具、道具や魔法の類、あなたの使命、その他にも、おお、商人か。まあ、サボタンが目やってるな。おお、まあ、ソウルをってことやな。まあそうね、私の仕事はソウルバーマンだから。アサヒカセイヒで、イヒちゃんは、あ、売却って最初からある。デモンズで、まあ、デモンズじゃねえ、ダークソウル系であんまないのになって、売却って。へえ、でも別に言うてな、あのこの辺でちょっとステータス必要なのが見れたりとか、あ、シミターとかギリオ13いるんだ。お、ちょうどハルバードが俺が狙ったかのようなステータスになってるけど、まあ買えないっていうね。強そう、ハルバちゃん。ハルバちゃんちょっと使いたい気もするけど。魔法とかがあれだな。全アイテムで、こうか。こうやって見えるのか。は、塔の鍵。2万もするんですけど、これ。半ば壊れた塔の鍵。ソウルの矢か。今回はね、魔術じゃなくて、どっちかというと、あの、履力、あ、履力じゃねえ、奇跡系を、進行か、今回で言う。進行系にしようかなっていうのがあるんだけど。この辺買ったら鎧が手に入るけど、まあ、まずは探索だな。おお、あはは、なんかあれやね、これ完全にアンドレイじゃない ?2 から続投よう、2じゃないか、1か、2はじゃあ、あ、やっぱりアンドレイなんだ。おーおーおー、久しぶり、1から久しぶりやね、ほんとせやで、二刀流の時はお世話になったわ。そうだな、じゃあそのためにもなんか炎の武器作れるやつゲットしたし。 OK、 やっぱ今回も変質とかになってんな。エスト瓶の振り分け、振り分けって何、どういうこと、お、これ FP が回復するやつってことか、もしかして。何のこっちゃかと思ったけど。あ、へぇー。やっぱエストのかけらで、変質。これはだから、あの、やろうと思ったら、例えばこれを押して、火のやつにはできるわけやな。これだから頑張ったら、1100あればできんのか。まあ、強くはなりそうだけど、少なくともこの棍棒にはしたくないな。まあ、強化するにもね、あれが必要よね、多分ね。どこに書いてあるんだろうか、わからんけど。多分、ソウルじゃなくて、あれが必要なはず。あ、書いてあるわ、普通に。デカデカと、その下に書いてあった。紡ぎ石のかけらね。オッケーオッケー。うわははははは。
頑張る頑張る。そうか、いやここがとりあえずスタート地点か。綺麗になったな、ラクソもな。ちょっとこの辺もぐるっと回ってみるか、適当にな。へえ、いやもう全裸で駆け抜けていくわ。本作はもうちょっと全裸じゃなくて鎧あった方がいいとかあるかな、まあ、少なくともさっきのあの変態刀マンがなちょっと強すぎんだよな、あいつやべえわ。ほんのちょこっと当ただけ、で死んでしまう。バターのようにさっくり切れてしまう。最初のボスが本当に、まあ最初のボスってもう半分チュートリアルのボスだろうからな。あいつがどうでもよくなるぐらいには。お、ほう、あ、なんか本当デモンズみたいな感じに祭壇があるのね。おお、深淵の監視、なんかムービーにあったな。今回はその世界に入っていくとかじゃないよね。この玉座に何を連れ戻すの。へえ、あ、お前いっぱいあるな。ドレス、エルドリッチ、ロールタルシンのやつ、ポン。こういう探索がしたくなっちゃうのがダクソですけどね。お、なんか、よいしょ、言うてか。次進むとしたらどうなんだろう。あの変態倒さなくても多分先には進めそうな気はするんだけどな。あ、やべ、迷子になった。変な道通ってた。迷子になったぞ。あ、これやってなかった。せーの、おー、今回は自分でやる。かっこいい、これ、この肉体美よ。自分でかがり火作っていくスタイル。おお、ここでいろいろできる。不死の遺骨をくべるってなんだよ。かがり火の強さとかあるからな、なんかそういうのなんだろうな。今は少なくともやらなくていいやつです。魔法なんか欲しいな。木箱の整理、最初から木箱あるのね。おうおう、ほう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 、ロスリックの攻撃。ここでワープができるのか。どこでもワープじゃなくなったのかな。ちょっともう一回話してみるか。はい、あ、さ、やりましたよ。ほう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 、 where the homes of the lords converge. Ashen One, to be our sovereignless souls will become. I will show thee how. Ashen One.はい、どうしよう。もう一回さっきの変態にチャレンジしてみようかな。ちょっと装備変わった、装備じゃねえや、レベル上がったし。うわー、あ、うん、よく見たらなんかここに変なやついるぞ。All that unkindled. あ、はい、I'm a seeker of lords. 王の探求者、はい、I am Ludlith of Corlan。 なんだなんだこの怪しいおっさん、ヨーダみたいなおっさんは。とてもそうには見えないんですけどね。はあ、よくわからんけど、壊れた体だ。ん？近づいてるけど知らん。ああ、次の準備なのよ。The fast fading flame must be licked to preserve. また火をつぐ系なのね。大体ダクソは火をつぐ話。A reenactment of the first linking of the fire. So it is. I became a lord of cinder. I may be but small, but I will die a colossus. そんな簡単になれるの？君も頑張ったんじゃないの？あ、暗闇ですよ。ちょっと待って。ごめんなさい。まあ、こんだけか。この人にあって何かでもないの。俺もここ座る。お、いける。ここから刻まれた文字読めるんだけど。どうやって読んだんだ？後ろに書いてあるのに。さあ、ちょっと全裸が倒せないんですけど。普通にここから行くのか。よく分かってなかった。テヘペロ。
パーんーというわけでどうこうこうお？かかり火ねえじゃん、戻れねえじゃん、機関のコッペンオンリーか。はい、これがロスリックの攻撃。ほう、これは新たな冒険が始まるぜ。それでこの辺ガシャンガシャンしていくからの、あ、早速かかり火あるやんけ。まあなんか不気味な、え、何これ、どうなってんのこれ、人、え、何これ、何これ、なんかすごく不気味なんだけど、恐ろしい。うう、あ、ここから転送で戻ることができるのね。オッケーオッケー。この辺はダクソツからの流れと一緒やな。んで、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 とりあえずこっち行ってみるか。おお、あがめちょる。あ、え、ワンワン王がいる。あのワンワン王は多分ちょっとやばいな。こっち側にできないよな。よし。あ、これに気づいた。いやっほー、楽しそうにしか出てない、こいつ。あ、しまった。俺のジャンピング切りがかわされてしまった。ふん。ふん。よし。ハウスだぜ。しつけなきゃな。ここ行けんじゃないのと思ったけど、行けないのか。ダメか。あの普通にここから降りれそう。でもちょっと俺はベタにこっちから行かせてもらうぜ。もうワンワン行く。誰誰誰誰、何なんですか、もうめっちゃ犬飛びやんけ。ういうい、え、何に攻撃されたの今。向こうになんかいた。それでこの辺に、いてえ、後ろか。あ、そこずるない、お前だこの野郎。一人で涼しい顔しやがってこの野郎。タップよ、背中に打ち刺さっちゃった。痛い、盾装備してんのに貫通してんじゃんか。ゲルググみたいに背中守ってほしい。おお、怖っ。あっ、やーべ、そういう技してくる。あ、やべ、もうでっかいの来ちゃったな。あー、もうちょっと、あちょっとマジか、強っ。ウェイ、立派なからに敵がそれなりに強い。ワン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 、おいおい、犬はよう吹き飛ぶからそこだけ要注意やな。え、ワン、あー、そっか、分かってたんですよ、分かってたんですけど、でででで、よし、ほい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 、そうね。犬コロメ、あの犬、犬コロメ、犬、あ、そう、あいうち、2匹登場、きついな。よしよし。釣ったのはいいけど、どうせこれあれや、ワンワンも来るじゃんっていう。どこまで来てくれるんだろう。あ、結構来てくれるね。いいぞいいぞ。よし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 。昼見はするからな、これをきちんと。あー、待って、嫌い嫌い、あー、終わった。こいつ連打しようとしたらそうするんだった。よし、今回の敵はなかなかあれやな、ゴリ押しができへんやつやな。うわ、危ね。うん、こんな蔵取ったらあかんな。もうちょっと縦がダメージ 100% カットとかだったら使いたいんだけどな。さあ、ぽい。おお、今です。あ、くそ、華麗なるバックステップをね。ういし、犬は追撃してやる。 OK。 ふう、もう序盤ですでに結構きついんですけど、ダークソース3結構あれやな、難易度高いな。ちょっと俺か、俺が全裸だからか、全裸だからいけないのか。もう全裸は終わりの時代なんですか。おお、あは、めっちゃ棒が狙ってくる。棒が投げたな、悪いやつは。
やあ。お前もバイオハザードじゃん。ちょっとお仲間も死んでますよ。うわ、しかも昼間に一定室。何もできない。ちょっと待って、敵強っ。